旧城下町。そこにいて。そこにいて？あ、ここで。うわぁ、めっちゃおるやん。探し出せ！今すぐ！残党なら処刑しろ！トガ人たちに死の祝福を！トガ人たちに死の祝福を！あの数じゃ倒せないわね。こっちよ。そっち？侵入者を捕まえるんだ。決して逃がすな！決して逃がすな！おぉ！めっちゃ勢いでるやん。占拠したんだね。ええ、不覚だったわ。他で襲撃を食い止めていた隙を狙われたの。レディックたちは甘く見ていたわ。ミスキだぞって、ね、言われそう。止まって、前に奴らがいるわ。こっちよ。こっちよ。何どっち？その下から下に降りるの。何？どうした？ん？え？え？行きましょう。いや、後ろ後ろ。怖っ。見つかりそうで怖い。待って。離れないで。離れそう。離れそう。そのうちどこ行った？って言いそう。死んだどこ行った？どの単価だ？リサオリアのオーラスだ。わからんな。とにかく気を抜くなよ。うん？どうした？適合者がいないぞ。そんなバカだ。そんなバカだ。いいから探すぞ。そんなバカな？ちゃちゃ、おお、こわ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 。あいつらの指揮官みたいなやつと会ったよ。そいつが腕に何かを刺したら変なタトゥーが出てさ。アルタコール、彼はレッタの将軍の一人。噂が正しければ人体実験を好む非道な人間らしいわ。非道な人間。興味深いな。ここよ。え？ここを通るの？安全な道はここしかないわ。見張ってるから早く通って。わかった。わかった。フレイよ。うわ、ここ、狭い。うわ、あ、いきなり FPS だった。レディックが警戒してない場所だ。なんか、ね、こんなところホーマーでも入らないね。無駄話しないで進んで。シンタに言われてやな。元も子もね。よし、行くわよ。ついてきて。くまなく探せ。まだ遠くには行ってないはずだ。行ってるはずだ。割れる。おお、怖い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 。おお、怖い。この上な。いやー、痛い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 。いやいやってなるわ、ほんま。くそ、前にもいる。こっちよ。そっちか。どこも動くな。動くよ。動かなければ死ぬんだもの。ああ、怖い怖い。お、怖い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 、もう。行き止まりじゃない。いいから任せなさい。任せなさい。岩が消えた。じゃあ、早くついてきて。さっきの幻影、これもオーラスの力なの？前任のタンタが作ったそうよ。非常時用に用意していたようね。急いで、休んでいる暇はないわ。見つけたぞ。見つけたぞ。マジか。え、タリアの支援魔法と結晶化 L2 で使用できます。へえ。結晶化する効果があります。結晶化した敵は一定しか動きが止まるので攻撃のチャンスです。ええ。やるしかないわね。私もやるよ。ここはお願い。わかったわ。
嘘。そよし、シンタの追撃のレベル、シンタの追撃は発動することにレベルが上がり、威力も上がります。レベルは3段階まで上がりますが、レベル3で発動するか、バトルが終了した場合にセットされますと。おぉ。なんとか倒せた。その力は、不思議だよね。急に使えるようになったから、私も驚いてるんだ。そう。どうかした？いいえ、なんでもないわ。ただ、体に異常を感じたら、知らせて。体に異常って？いいから、その時は知らせなさい。わかった？いいけど。それじゃ、先に進むわよ。この魔法とタトゥーのことなんか知ってんのかな？さあな。だがどちらにしろ、教えてはくれなそうだ。教えてはくれなそうか。メインメニューにシンタの項目が追加されました。シンタには、シンタの魔法や情報を確認することができます。トラーナが使えないとしても、その瞬間移動の力でとっととここ出ればいいんじゃないの？二人で使う場合はかなりの負荷がかかるわ。こんなそんなかかるんやった。難しいってことね。なるほど。うん、なるほど。で、これでちょっと確認できるみたいなんで、ちょっと見ていこう。おぉ、まだゼロか。さてと、あれ？さっきに入ったはずやのに。奴らがいる。またか。離れないで。マジか。またか。逃げろきは将軍は生贄が足りないと言ってる。なら指示通り進めよ。トガ人たちに死の祝福を。トガ人たちに死の祝福を。おうおう。自信。ニエの木が生贄を求めている。ならば、その求めに応じよう。お行きましょう。これの終わりぐらいに。ん？今がチャンスよ。あの人数ならなんとかなりそう。なんとかなりそう。ほら、これで動けないはず。ゲームですということだな。無理しないで。さあ、これはどうよ。あ、何？時代の加護。タンタの体力が少、あ、タリアの体力が少なくなったっけ。シンタがタリアの周りの、魔法の加護で体力を回復してくれるのか。あ、そうなんや。攻撃を無力化します。めっちゃいいやん。これを避けられる。これだよこれ。どうだ。危ねえ。回復したらどう？したらどうってできひんのよ。ないのよアイテム。行け。あかんかったか。オッケー。危ねえ。まだいた。ほら。だ、うっそ。大丈夫ちゃうよ。びっくりした今。マジか。
行け。よっしゃ。オッケー。出口まであと少しよ。来て。あと少しか。お、なんかあった。回復薬。ナイス。どこ行った？そこか。で、檻が開けると。タリアに当てさせると。ねえ、何あれ？誰だ？誰だ？バレた！蹴散らすわよ。お？行け！狙うのなら今よ。怖っ、やりにく。オッケー、タイナモン。ほんにゃろ。シータ、一気にまでやばくなかった？まぐれじゃなければだ。まぐれじゃなければ。今のはどうよ。マジか。おお、ナイスナイスナイス。よいしょっと。オッケー、終わったかな。まだ来る。あ、来た来た来た。今聞いたんじゃない？やばい。入れてよかった。うん、またかきやられん。いすぎ、来すぎじゃねえ、ほんま。よいしょ、ナイス。薬ポーチか。なるほど。全員倒したみたいね。この場所を調べてみない？使えるものがあるかもだし、それにちょっと休みたいんだよね。そうね、今のうちに休んでおきましょう。おお、レッテの詰所。ほう、回復薬を補充したら魔法の強化ができる。おっと、ああ、昨晩月光社が上位かましで発見された。ニエノキの成長も順調であり、常に、我らの対岸である、落葉の儀が開始される。この対岸を成就するため、させるためには、各位の忠説と、神明を落とす覚悟が必要である。敵対者には容赦するな。すべては我らがレッテのためである。この適合者。うん。魔法強化クエストを受けることができる。あ、そうなんや。
私のことだよね。確かにそのように受け取れるな。なんだろう、胸騒ぎがする。うん、お、最大まで補充できたんや。ねえ、カフ。タリアについて。タリアもこの経験をしたんだよね。同じように捕まって、シンタと一緒に逃げたと思う？史実ならそうだな。うん。何を話したんだろう。そんなことをここでいくら予想したところで、無駄だと思うが。うん。レッダヘアか。エリックのあの鳥の仮面って変だよね。変とは心外だな。てか、お前もよく鳥になることあるけど、エリックってみんな鳥が好きなの？だったらなんだ？鳥はあらゆる生物を空から見下ろしている。万物の頂点を象徴しているんだ。猫に食べられるまではね。猫に食べられる。オッケー、これでまた戦えそうだよ。なら早速出発よ。出発か。大丈夫よな。ちょっと待って、一旦待って。ないよな、何も他。それが不安。大丈夫そうだな。はい。行こう。もうそろそろ終わり。助けてくれ！時間がないわ。誰こいつ。何だったのあれ。アルダコールが作った実験生物の一つよ。ブレイクビーストを作った。匂い覚えられていたかも。これは戦わなあかんよな。そんな気するなんとなく。ほら、くそ、なんで魔法が効かないわけ。ほら、ダメだ、やっぱり効いてない。あいつは攻撃を無効化する力を持ってるわ。そんなの先に言ってよ。私先に言ってよ。お前そんなこと言われても。やば。時間的ってどうする？こっちよ。うわあ！おほほほ！開発。あいつはもう平気。まだ危険よ。早く出口に向かいましょう。でもちょっと息を整えさせて。さあ、行きましょうか。あ、もういいな。宿あればね、そこで終われんねんけどね。ねえ、さっきのところで終わっとってもよかった。なんで助けなかったの？後にしてちょうだい。わかった。わかった。なんだ、浮かない顔だな。頭から離れなくて、さっきの人。シンタがまさかアーシアンを見捨てるなんて。お前の安全を優先したんだろう。それに人が一人死んだだけだ。助からないなら見捨てて何が悪い。お前って最悪。ん？で、どこ行くんかな？向こう側ね。おお。いや、なんかいるんですけど。ちゃうわ。死んだだった。いや、分かりにくそれは。どうした？ん？簡単にはいかなそうだね。あまり無茶はしないことよ。あれだ。いやいや、横よ。さあ、これはどうよ。
危ない。行け。オッケー。また来る？命中。オッケー。いやー敵現れんのかーい。聞いてるみたいだね。危ないな、もう危ない、うん、いやめっちゃいる、怖い。ほら、あとどめだ。よいしょ、ナイス。まだずっと応援来る。ナイス。オーケー。お、薬ポーチナイス。必要ならここで休憩しなさい。休憩しなさいと。なんだこれは。あー、これな。おお。こんだけあんの。あれ？ああ、これで終わりか。おお。一旦じゃあ今回ここで終わりましょうかね。セービングデータ。ゲームできるし、うん。とりあえずここで終わって次回ここからやってみましょう。それではご視聴ありがとうございました。ありがとうございます。グッバイ、さらば。